はいどうも、えー、タイムカプセル、はじまきよしろです。えタイムカプセルのお時間です。え僕は未来自分は有名になると思ってて、まあ、最低でも5000万人級のね、あの、ビッグチャンネラーになると思うんですよ。でも、そんな僕はいろんな壁が出ると思いますあ。未来の僕に言いたい。いろんな炎上してるでしょう。まあ、多分今まで、まあ、君はね、あまり頭が良くないんで、今まで同じ鉄を踏むと思います。 不倫したり、えー、暴力振るったり、詐欺したり、視聴者騙したり、オフ会4500円取ったりとかね。そういうこといっぱいしちゃうし、企業案件とかでもあんまり良からぬやつ取っちゃったりとか、すごいいろんな悪いことをすると思います。でもそんな君に言いたい。もしなんか炎上しちゃったとき、じゃあファンの皆さんに言います。まあ未来のファンの皆様に。えー、その時、き、はじまくんは、すごい心の底から反省してると思うんですよ。 やっぱり根は真面目な子なんです。確かにすごいね、まあ、キチガイと呼ばれるような行動とか、頭のおかしいことをしてる子なんですけど、すごく真面目な子で、根、まあ、は本当、なんてことしてしまったんだろうと、いろんな方に迷惑をかけてしまったと思ってるんですよ。ね、確かに、その自分のキャラをね、誇りがすごい、なんか、フェルトだった。フェル、誇りじゃなくてフェルトがこれ、フェルトですね。はい、えっと、すごい、すごい反省してると思います。皆さんもちょっと、 あのー、ファンの皆さんで見損なって、も、確かに謝罪動画とかふざけた動画出すかもしれない、うん、でもそれっていうのは最後の悪,が悪あがきなんだよ、誠意なんかそいつは見せたいつもりはないし、それでまた炎上すると思うけど、心の中ではすごくね、後悔、もう本当、申し訳ないと思ってる、でもただし、反省はしてない、そいつは、あ 4, 4、5回くらい同じことを繰り返して、やっと学ぶバカなんで。 まあ愛すべきバカとして皆さんも許してくださいあの未来のね未来の炎上してる僕まあ炎上するたびにねあの自分のキャラは変えなくていいですどんな困難があっても自分というキャラは確立してあの調子乗って生きていってください上の、ね、ようか分かんない動画ですねまあ未来の僕あのお前はビッグになるからそんなんでくじけんなうんお前はすごいやつになる だから、まあ、あれだよ。反省はするな。うん。後悔だけしとけ。ということでね、あのー、あと、ファンの皆さん、すいませんでした、この度は。あのー、毎回炎上するたびに、僕が代わりに謝罪しますいや。謝罪がどうか出れない状況があるかもしれない。本当に、未来の僕に向かって、本当に今回の件については、もう100%自分が悪いっす。ね。いろんな方に迷惑かかけてたもう。企業の方とか、まあ、事務所の方とか、まあ、メンバーとか。 家族とかにも迷惑かけてますで。友達にも迷惑かけてると思います。多分。で、皆さんにも、まず迷惑をかけてません、ませんませんということでね。で皆さんに迷惑はかけて、一切かけてませんね。はい。一切迷惑はかけてませんということでね。あの、視聴者のみんな、もし僕がプレゼント企画で詐欺した、詐欺って言うけど、詐欺っていうのは、 お金が発生しないとダメなんだよ。ねお金が発生して唯一詐欺なんだよ。ねお金が発生してるからだよ。お金発生してないでしょ。取られてるとしたら君の時間でしょ。でも頭いいことはその時間をもう勉強に使ってるからどうせ変わんないよ。君が、俺の時間改正って言ってるけど、君がもしその時動画見てなくても音楽とか聴いたり、なんか鼻ほじってるよ。変わんないから 変わんねえやつは変わんねえからということでね、えー、今炎上しているところにさらに遠慮をする、これを再毎回します。はい、毎回、します毎回俺は燃料をどんどん溶かしていきます。あのー、あのー、ね、まあ、視聴者の皆さん、あのー、僕は反省してません、一切。あのー、ね、もう、すごく反省してますとかいう動画たちも心の中でね、ああ、今日焼肉食いに行こうかなとしか思ってません。ああ、ようファミチキかなとか、あ、でも唐揚げもいいな。 そうだ、牛カツ食いに行こうとか。食い物のことしか考えてないんで、あのー、もしこの動画見つけたら、ね、俺の動画見てたらね、顔色で多分何今日、まあ多分おでこあたりに今日何食いたいっていうの書いてると思います。うん、ステーキとかね。今日の気分は何、何、多分書いてます。いや俺、分かった。謝罪動画になったらちょっと体のどっかに今日食いたいもん書くわ。うん、そうする。俺はふざける。最後までふざける俺は。反省なんか絶対にしない。俺はどこまでもエンターティーうエンター。 エンターもうインターネットコメディアンだからもうどこまでも笑いにしていく全部笑いにしていくもう謝罪会見だって至るところに小ボケ中ボケ大ボケ特大ボケいろんなもん入れていく、うん、そうそうやって俺はボケていくんだそうやって上にのし上がかっていくやっぱ真面目なもん見たくないだろうみんなもいや5分のなかなかなとした動画になりましたがまあね、あのー、もし休止期間中、まあ、1年とかなってもその時の僕の生活はすごい悠々自適なね あの生活水準の高いあの素晴らしい幸福な生活をしてると思うんでね皆さんもどしどしリプランでね知れというコメントを書いてねそのー幸福度をどんどん下げていってくださいはいまあねそいつは多分ねもうすごいあのね幸せな生活してると思いますよあーって言ってあー肉うまそうだ今日ジム行こうとかそんな感じでね普通に外で歩いてると思いますようんそいつは多分ねあの全然反省してないんででもジム行くのって反省じゃない ということで。あのー、たぶん、未来の僕へ、へ、君は反省しなくて、それでいいんです。はい。反省なんかしなくていい。君はそのままでいい。そのままどんどん炎上していけ。うん。どれだけ炎上できるか逆にやれ。それを動画にしろ。炎上してる期間、逆にそれでやれ。うん。炎上、 炎上を恋にやらせようとして、どこまで炎上を継続できるかみたいな。企画として、炎上育だってんですよねっていう感じで、また炎上しろ。それでもっと期間伸ばせ。うん。そう。炎上お前怖くないから。うん。でもお前多分炎上しない。顔あんま良くないもん。うん。顔あんま良くないからみんなもなんか憎たらしいと思わない。私お前、どうせ大して稼げねえしな。うん。うん。炎上してもなんか、 全部コメント欄なら辛だぞ。死ねと勇気も失せたみたいなコメントで埋まるからだうん。まあその時はね、覚悟しとけよ。あでも、まあ最後に、えー、どこまでもみんなを幸せにするようにしてください。でも何があってもやっぱ人を不幸にさせることってしちゃダメだと思うし、ダメだと思う。うん。ダメだと思う。でも揚げ足取られるからしょうがない。うん。揚げ足取るやつばっかだから。 で、それにいちいち動画で返信してけ。うん。あえてな。いや、箸の持ち方汚いって言ったら、次の動画でクアマンさんみたいな箸の持ち方しろ。な。ということで、次回の動画で会いましょう。バイバイ。次回の動画じゃねえ。まあね、次回の炎上で会いましょう。今炎上してないんですけどね、これ撮ってるときは本当にチャンネル登録者が2人増えて、すごい、あの、悠々自適なね、生活をね、親の支援でやってる。クズ真っ盛りです。 とということでね、クズ、クズ優秀期みたいな。よくわかんないですね。えー、次回の演上で会いましょう。バイ,ボバ,イバ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 イ。